22番小泉一馬議員。22番の小泉一馬です。県内のスキー場、県内のスキー場の利用は、ピーク時の2100万人から、今、約700万人と3分の1に落ち込む厳しい状況にあります。大岡の聖山パノラマスキー場は平成22年、残念ながら経営の維持を断念いたしました。各スキー場間の競争は激しく、現状でもスキー場は多すぎるとの声が業界内には多数あります。そのような状況下にあって、市の飯綱高原スキー場、戸隠スキー場は、それぞれ市の繰入れ金を投入しながら、また赤字に悩みながら歯を食いしばって営業を続けている現況であります。その目的と意義がどこにあるのか、再確認させてください。飯綱高原スキー場および戸隠スキー場ともに、スキー人口の減少と周辺スキー場との競争の中で厳しい経営であることは事実でございます。しかし、両スキー場は半世紀にわたりまして、地域経済の発展に寄与してきたものであり、スキー場における雇用、宿泊、消費など、地域経済にとって欠くことのできない施設として認識しており、指定管理者とともに持続可能なスキー場を目指し、経営改善に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。はい、ありがとうございました。地域経済に資するその通りだと思います。で、期待したのはですね、教育委員会の答弁なんですよね。スポーツ推進計画上どうなっているのかお答えください。田川教育次長。お答えします。学校教育において、体育活動その他については非常に重要な教育活動というふうに位置づけており、その中でスキー等の校外活動についても大変重要な位置というふうに定めております。今回の質問ね、教育委員会がメインだってこと分かってますよね。ちゃんとスポーツ推進計画が見といていただきたいと思うんですが、大規模スポーツ施設や各市営スキー場の特色を生かし、冬季スポーツをはじめ、各種スポーツの一層の振興を図りますということで位置づけてますよね。ですから、スポーツ推進計画の推進上も必要な施設ということになると思うんですが、市営スキー場の位置づけ、それでいいのか、もう一回確認します。ご指摘のとおりで結構です。で、配布資料のとおり、木島平スキー場が長野市民の小学生はリフトは無料、大人は1日2000円というね、出欠価格で本市のスキー場のシェアを算奪する意図がありありと伺えるチラシを作成し、配布しているわけであります。昨年11月14日、当該チラシの小中学生宛配布を依頼する旨の木島平観光株式会社からの文書を学校教育課が収受しています。資料のとおりです。で、その結果、3万枚のチラシが市内の各小学校を通じて配布されている現況となっております。スーパーの松屋のチラシを鶴屋が巻くようなもんでね、こんな考えられないんですよ。で、峰の原高原スキー場のチラシについても同様な配布が見られまして、配布は各学校長の判断で行われたと学校教育課は主張しています。ですが、最初に応対したどうかが責任を持って統制するべき案件ではないのでしょうか。昨年3月議会の経済文教委員会委員長報告では、両スキー場利用について、今後さらなる利用者の増加に向け、小学校との連携を強化すべきとの趣旨が述べられています。この度の事案は、この委員長報告とどのように整合するのか説明してください。はじめに、木島平スキー場特別割引券の配布についてお答えします。
昨年11月に木島平観光株式会社より長野市内小中学生向けの割引券配布依頼がありました。市教育委員会では国や県他の自治体から通知や案内の配布依頼がある場合には市連絡便により学校に配布しております。一方、民間企業や NPO 法人等からの配布依頼があった場合は市連絡便を利用した配布はお断りをしております。今回については文書の収受はいたしましたが、依頼内容を承諾をしたわけではなく、連絡便の利用による配布をお断りするとともに各校で判断するものと伝えました。しかし市教育委員会としてこうした個別の広報営業活動を妨げることはできないため、民間企業や NPO 法人等が学校へ直接配布物を郵送する場合や今回のように直接訪問して配布を依頼する際は学校長が内容を精査し、それらを配布するか否かも含めて配布方法や配布範囲について判断をすることとしております。また学校が判断を迷う場合は市教育委員会に相談するようにしております。続いて、昨年3月議会の経済文教委員会委員長報告との整合性についてお答えします。委員長報告を受けて今シーズン市の連絡便により長野市開発公社から飯綱高原スキー場の特典付きシーズン券の申し込みチラシや割引券付きのイベント案内、戸隠スキー場の特別企画チラシを小中学校を通じて全児童生徒に配布をしており、市内スキー場の利用者増に向けて開発公社と連携をした取り組みを実施しております。今回の木島平スキー場のチラシについては休日に長野市の子どもたちを同スキー場へ勧誘するものと認識しておりますが、市教育委員会としてチラシの配布を積極的に進めたものではありません。今後同様の配布依頼があった場合は今回と同じ対応を取ることになると考えております。話にならないですよね、今の答弁。スキー場は大変厳しいという認識示されました。それから各スキー場がね、飯綱戸隠の両主催スキー場がスポーツ推進計画上必要な施設だということが示されたにもかかわらず、市外のね、スキー場、俺のところに来いよって、その個別のスキー場の営業活動、これを是認するというのはどういうことなのか、これはどういうふうにスポーツ推進計画と整合するのか説明してください。今回の配布につきましては、木島平観光株式会社の担当者が学校を回った際、長野市教育委員会では対応できないと言われたことも学校に伝えており、配布の可否も含めて配布方法や範囲を学校長の判断でお願いしたものであります。実際に受け取りを断った学校もあり、配布をしない場合は破棄しても構わないことを担当者は学校へ伝えました。市教育委員会としては配布を先ほども申し上げましたけれども、積極的に働きかけたものではないけれども、こうした個別の営業活動を妨げることや全体としてコントロールすることはできないというふうに考えています。学校現場には日々市外のスキー場をはじめ美術館や博物館等のチラシや割引券、長野市の同様の施設と競合するものが多数届いており、すべてを公平に統制することは困難であるというふうに考えております。スポーツ振興計画との関係整合性についてですが、後でお答えをするスキー教室についてはそのことに深く関わる取り組みというふうに認識をしています。今チラシの配布がね、スポーツ推進計画とどのように整合するのか、その説明がなかったことに